の笑顔発信、姫推し。今週のピックアップはこちら。始まりました、今週の姫推し。新年度もよろしくお願いします。まずはこちら、愛媛県のホームページがリニューアル。サイト内の検索が便利になっていますよ。宇和島市にある南楽園ではつつじ祭りが始まりました。21日までの開催です。そして今日は中学生の水に関する作文について詳しくご紹介します。私たちが生きる上で欠かせない水。10年前、国は水の大切さを考えてもらおうと8月1日を水の日に制定。それに合わせて次の世代を担う中学生を対象に水の作文を毎年募集しています。松山市の五五島中学校3年生の三輪雄介さんは去年水の作文に応募し県の優秀賞を受賞しました。受賞してどんな気持ちでした？はい、まずはすごい受賞したっていうことがすごい驚きでしたね。すごい達成感とやってよかったなっていう気持ちがすごいありました。タイトルは守り続けたい限りある資源。五五島はかつて水で苦労し、松山本土からの送水管の完成は島民の悲願でした。三輪さんはこうした過去を踏まえ、限りある水を世代を超えて守る大切さを作文にしました。水に関する特別授業がありました。今自分の住んでいる五五島でも昔こんなに水不足があったんだとかすごい驚きがありました。それと同時に今でもそんな水不足になることがあると思うので、しっかりと自分が水を大切にしていこうと思いました。応募したいなと思っている方へのメッセージありますか？今起こっている水の問題を自分には関係ないからいいやとかって思うんじゃなくて、自分がどうやって行動すればこの問題を解決していくのかなってことを常に考えながら作文を書くといいと思います。その水の作文コンクール、今年度の作品募集が始まっています。応募資格は県内の中学生で、テーマは水に関することなら自由です。自分で調べ考えたことを400字詰め原稿用紙4枚以内にまとめてください。応募期間は5月10日までです。学校を通じて、もしくは県下各市町の窓口まで提出してください。今週の姫推しポイント、中学生が対象の水の作文コンクール、応募は5月10日まで。ぜひチャレンジしてください。お待ちかね、今月のプレゼントです。内子町グッドモーニングファームの愛媛産の瓶詰めセットを4名の方に、南海放送アプリからこの二次元コードを読み取ってご応募ください。未来へと続けこの笑顔、いついつまでも。南楽園では恒例のつつじ祭りを開催中。3万2000株さまざまなツツジが楽しめますよ。ウォークイベントなど催し物もいろいろご用意しています。21日までの開催です。ぜひお越しください。